はい、どうも。有限路のグミネコ村です。はい、ということでですね、今回は、兵庫県淡路島市にあります、五色トンネルというところにやってまいりました。でね、まあこちらのトンネルでは、まあちょっと、事故が多発するということと、まああと、それに加えて、何でも、おばあちゃんが、なんか店を出して、なんか物を売ってるっていう、とんでもない噂がありまして、まあそれを、まあ聞いてやってまいりました。まあ今回は調査ということで、まああとは一応軽く、まあちょっとした検証もやろうと思ってるんで、よろしくお願いします。ではね、今回は、みゆさんにね、カメラ役ということで、一緒に同行ということで、まあ一応は、本来はまあ一人ずつ、まあ検証なんですが、まあしばらくはね、カメラ担当ということなんで、まあ一緒に現地まで行って、検証という形で頑張っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。それでは行きましょう。なんかめっちゃ音聞こえてんけど、竹かな？竹の音かな？ちょっと今日は本来いつも持ってきてるライトを持ってくの、びっくりした。いつも、まあ本来いつもね、持参してるライトをね、持ってくの、まさかの忘れたということで、ちょっとまた別のライトなんですが、ちょっとライトが弱いかな。まあでも、カメラの方が結構ライト明るいのおるから。え？すごいな。竹の音かな？多分竹の当たってる音やろうな、これ。まあ今回はね、まあ、有限路として、まあ、最初のね、まあ遠征ということで。なや、不法投棄かな？タイガー。なんちゃらコーヒーって書いてある。読まれへん。めっちゃ錆びてる。タイガーって聞いたことある。なんか結構不法投棄がすごいな。うわ、風が強い今日。ちょっとまさかのね、今日風が強いっていうのと、霧がめっちゃすごい。なんなん？とんでもない場所。わからんけど。で、ちょっと現地までが結構歩いていかなあかんねんけど、距離が全然わからんっていうのもね、ありました。これでも多分旧道かな、やっぱり。おそらくは多分この先にあるかもっていう、そのトンネルがね。よいしょ。これ、電柱あるから、やっぱり多分これ、道続いてんねんな。ちょっと足元だけ気をつけて。すごいぞ、これ道が。うわ、うわ、来た。これちゃう？うん。到着しました。なんかもういきなり到着した。五色トンネル。五色トンネルやな。まさかのちょっと名前がちゃんと覚えてない。到着しました。見えてきた。うわ、これか。すごい。え、こんなとこでおばあちゃん物売ってんの？え？まあいいわ。とりあえずトンネルの前まで行きたいと思います。で、トンネルの前で一応検証という形で、やっていこうと思います。すごいわ、これ。うわ。写真だけ。どうか。
これ竹が邪魔でうまいこと写真撮らへんかも、芋が。よし。こんな感じでーす。あ、何これ？あ、謎の岩が。これだけやな。これだけやな。何なのこれ。あ、なんか掘られてるこれ。なんか、お地蔵さんというか、なんか、あの、なんやろうな。あの、不動明的な感じの、に似たような感じの。しかもこれ、あれじゃお供え物みたいなんじゃん。ルビン。うわぁ、すごいわ。なんなん？なんでこんなん？ちょっとこれ結構とんでもない場所なんちゃう？もしかして。一応これが、ここのトンネルです。おぉ、ちょっと足場悪いから気をつけて。すごいわ。奥まで続いてんな。撮れるかな、写真。ただちょっと枝が邪魔で、ちゃんと撮られへん。こっち側も枝あんのかな。よいしょ。こっち側立てるかな。よいしょ。写真撮れるかな。ちょっとね、トンネル自体はね、閉鎖されとって、ちょっと中には入ることはできないんですよ。ということで、まず、とりあえず、おばあちゃん、おばあちゃんと、まあ一応事故が結構まあその事故っていうのが、このトンネルが、まあ当たり前の話だと思うんだけど、トンネルが現役の時代、時に、結構事故が多発してたということで、おそらくは、まあちょっとした死亡事故もあったんじゃないかなっていう、いう推測もあるということで、まあそれプラス、まあおばあちゃん、謎のなんか商売をしているおばあちゃんが、出没するということで、まあその辺をね、が、出るかどうかということで、後ろにいいですかね、縦ある。まあその辺が、まあ出没してくれるかどうか、ということで、まあ、とりあえず、大気検証ということで、やっていきたいと思います。この辺でやろうかな。この辺でやった方がいいんかな。よいしょ。ではね、今、時刻が1時54分。なんで、今回はちょっと短めで、2時ぐらいにしとくか。ちょっと、あまりにも短すぎるかもしらんけど、2時ぐらいということで、まあ、とりあえずちょっとした大気検証をやってきたと思います。ではね、とりあえずいつも通り、ゴーストチューブを起動しながら、どこ行ったかな？こちら、磁場探知機。と、で、今回ご用意したのが、まあ一応大気検証ということで、こちらです。今回は、信州、長野県産、あんず果汁使用、あんずサイダーということで、こちらをね、飲みながらちょっと大気検証してみたいと思います。まあ2時から2時ちょい過ぎぐらいかな、までやっていきたいと思います。おー、やばい、やばい、やばい。振りすぎた。振りすぎた。やばい、やばい。めっちゃ漏れてもうた。では、いただきます。ああ、うまい。
ああ、めっちゃ服かかってもらったんじゃん。竹の音がなんせすごいな。こちらに、なんか、商売をしている、まあ、行商人っていうんかな、をしている、おばあちゃんが出るという話を聞いたんですが、いらっしゃいますかね。いらっしゃいました。ぜひぜひちょっと、その商品がどんな商品販売してるんか、見てみたいので、出てきてもらえないでしょうか。お、なんや、なんか落ちてきた。え、なになになに、え、怖っ。え、なに、何が落ちてきた、なんかようわからんけど。え、怖っ。ないわ。それかもしくは、まあこちらのトンネルでは、まあ現役時代に、まあ事故があったという話なんですが、もし、その事故とかで、まあ何らかの事故で亡くなってる方とかいらっしゃいましたら、ちょっと、なんか合図か返事の方していただければ助かるんですが、可能でしょうか。全然返答ないの。パズルかな？おばあちゃんに会われへんのかな？もう一度お伺いします。この近辺で、店を出しているおばあさん、おばあちゃん、おばあちゃんが、いるという話を聞いたんですが、どっかこの辺にいらっしゃいますか？いらっしゃいましたら、商品が見たいんで、出てきてもらえないでしょうか。よろしくお願いします。ん？なんか、竹の音やな。ああ、完食しもた。はい、完食。おばあちゃん出てきてくれんから、再度完食しもた。ちょっと喉乾いたから、ちょっとおばあちゃん出てきて、なんか、飲み物でも売っていただければ、ちょっと購入するんですが。出てきていただけないですかね。ちょっとお腹も結構空いてるのに。なんか、飲み物か食べ物があれば、ちょっと売っていただけませんか。ひげがすごいわ。全然反応ないな。あ、ゴーストチューブ動いてた。全然気づかんかった。悪魔って出てるけど。悪魔がいらっしゃるんですか？なんか今一瞬反応した。悪魔って今出てたけど。悪魔がおんの？え、おばあちゃん悪魔もしかして。ちゃうよな。さっきから反応は結構してるな。
めっちゃ反応すんねんけど。やっぱここはのトンネルの方で結構反応してる。よいしょ。ジバタンチキチ。戻ってきてください。え？どこに？どこにですか？ちょっとジバタンチキは反応なさ。ここに来て、どこに、え？どこに行くんですか？ジバタンチキしたらちょっと反応がないんで、ちょっと直します。ちょっとゴーストチューブだけで。で、ちょっとデジカメでも、ちょっとさ、写真撮影をやっていきたいと思います。ここに来て、どこに行ったらいいんですか？タクシーか？トンネルの中で。トンネルの方でめっちゃ反応ある。びっくりした。え、何？あ、葉っぱや。ビビった。ちょっとこの葉っぱ怖い。めっちゃ頭にかかる。ちょっとこれも写真撮る。特にゴーストチューブもそこまで反応せえへんな。結構ピッピピッピ音は鳴ってんねんけど、何も喋ってくれんの、あんまり。ということで、ゴーストチューブの方は終了にしたいと思います。とりあえず今2時3分になったんですが、ちょっとだけね、写真とか撮りながら、もうちょっとだけ待機したいと思います。だだだめっちゃ足場ある。うん、これは来たぞ。これは来たぞ。面白も取れてしまった。またね、ちょっと本編の方がね、でね、本編の方っていうか、まぁ、ちょっとね、今、若干面白いものが取れたっぽいんですが、まぁ、またね、この辺の端っこの方にでも、ちょっと写真の方、貼っておきます。こんな感じです。そろそろ25分。なんかでもそこまでなんかあるってわけじゃなさそうやしな。竹の音がすごいだけで、なんかそんなになんかおるっていう気配とかもなさそうやし。検証自体この辺で終わりかな。おばあちゃんも出てきてくれへんし。ということでね、ちょっと
そう。あ。ん？なんか恋したの？なあ、うん。え、どっこ？こっちの方か。上？うん。今声が聞こえたような気してるけど、わからへんしょ。まあいいわ。まあとりあえずね、ちょっとおばあちゃんも出てきてくれないんで、まあ検証もこの辺に終了にして、まあちょっと今回の撮影は、終了にしていきたいと思います。それでは、さよならー。